今回もご視聴いただきありがとうございます。キャンプギア DIY 系 YouTuber のサルです。このチャンネルでは100均アイテムを中心に低価格帯のキャンプギアを DIY 加工することでより使い勝手の良いものに改造する方法などをご紹介しています。ご興味ある方はチャンネル登録と Twitter、インスタフォローもお願いします。取っ手部分が結構長いのでこうバランスがですね取れないんですね。こう倒れてしまうんです。家庭用のコンロだったらもうこれで十分ですね。焚き火用に、まあ、これをね、折りたたみでつけれるような工夫を。ハンドルの延長方法について一つの案を試してみようと思います。使うのはダイソーのこれです。ステンレスフリーステイの 296mm ですね。穴がたくさん開いてて、この穴はですね直径が 7mm と M ロックのネジがねスルーする感じです。で、割と厚くってですね頑丈です。それが選んだ理由です。ダイソーのステイはモンターナの金具に比べると幅がですね 1.5 ミリぐらい広いんですね。ただ厚みがですねモンターナのは2ミリほどあるのに対してこちらは 1.5 ミリしかないので薄いんです。ということで微妙にね大きさが違うんですけど、ただこちらの場合もですね入れようと思えば先ほどの同じチューブが綺麗に入る感じなので、まあとってもねこのチューブね内径 7mm なんですけど便利な感じでいろんな方法に使えると思ってます。この2つをね接続する時にも最初考えてたのは、ネジ止め回転式なんですね。 M6 のネジだったらこんな感じでね、ちょっと隙間があるんですけどまあ問題ないと思います。でネジをつける場所が増えてくるので、まあ、手締めがしやすいこういう六角穴のねネジ、これも M6 なのでこういう風につきますね。こちらでもいいかもしれません。ちょっとねネジがあんまり増えるとドライバープラスドライバーでね締めるの面倒なのでこっちに変えていく可能性もあると思います。で、これとこれをくっつけるためにネジ穴をねつけてやってこう回転して締める感じかな。じゃあねまずはこちらの方に目ネジを切るための下穴 5mm のものを開けたいと思います。ちょっとステンレスなんでね通常のドリルだと苦労するのでステンレス専用のドリルで今回はやってみようと思います。まあ100円ショップクオリティなので仕方ないんですけど、ダイソーのステイはですねこの穴がですね綺麗な正円じゃなくて結構ね、一つ一つの穴によって大きさや形がねデコボコなんです。まあそのあたりはね気にせずにやっていきましょう。で穴を開ける位置をねまずだいたいここかなというふうなところを定めて、まあここの穴がね楕円なんですけど 5.8 ミリぐらいね単径があってネジ溝を切ることができないので、別の穴をね開けてそこにネジ溝を切ろうと思いますので、まあこのあたりかなというふうなところ、この辺もねちょっと直感ですね。結構はい、ということでステンレスにね 5mm の下穴を開きました。やっぱりねこの作業が予想はしてましたけどかなり大変でした。厚さ 2mm のねステンレスに穴を開けるっていうのは相当大変なんですね。ボール板とか持ってればですね開けやすいんですけど、それがないので最初のね位置がねうまくねこう固定できないんですよね。滑っちゃって横に行ったり、これなんかもね微妙にこうずれてますもんね中心からね。まあ手作業の良さという愛嬌でね私はこれでいいんですけど、きちっとやろうと思えばねやっぱきちっとした工具を揃えてボール板とかでね固定してやるっていうことしかないと思います。はい、ではねここからはネジ溝をタップで切っていこうと思います。
タップでねじ溝を掘ったらまたバリが出てきたので、ちょっと気になるのでやっときます。とりあえずここまでできた感覚でね、ちょっと仮組みしてみようと思うんですけど、この一番端に通して、ボルトでやってますけど、はい、こういう感じですね。手締めだとね、多分緩むんですけどね、けど結構いいです。すげえ長くなりました。なんかの長いよね、今切ってないので、これこの辺で切ってね、ちょうどこの中に収納できる長さのギリギリの長さで切りたいと思うんですけど、まあこんな感じですね。いいですね、結構頑丈ですね、結構いいと思います。穴が一つしかないので、こう力を加えるとね、こう回っちゃうんですよね。あれだったら穴2つしてネジ2つにしてもいいんですけど、まあ、だんだんね、その組み立てたり分解したりするのが大変になってくるので、1つでいいならね、1つでやりたいなという感じには思ってます。もう一つ、もともと空いてる穴があるんですけどね、ただこちらはね、もともとの穴がちょっと大きすぎるんでね、下穴が、だから無理なんですけどね。2つにすると当然、その今遊びがあるんでね、ちょっとぐにゃぐにゃしますけど、曲がらなくはなりますよね。そんな感じです。まあ、当然ね、ネジ1つなので、いろんな形でね、こう使おうと思えば使うことはできるんですけどね、まあ曲がる意味はあんまりないような気がするので、まあ、それはどうでもいいかなという感じですね。はい、今ねこれを、左右をね入れ替えて止めてみました。そうするとね、ここが穴が2つになったんですよね。でそこに、このさっき作ったやつをつけると、その場合だとね、どのぐらい安定するかなというのをね見てみようと思います。手締めするんだったらね、こんだけたくさんネジ使うなら、六角のやつをね対応しないときついですね。ここがね、ネジ2つでつながったので、よりこう曲がりにくくなったということでね、まあ遊びがあるんで穴にね、わずかな、その分はね、少しは揺れますけど、硬いです。あ、ここが揺れてるのはこっちだね。こう切って中に入れればここも揺れなくなるので、もう全く揺れなくなりそうですね。どっちがいいんだろう。ここを奥にしてやって、でここが短くなっちゃうもんね、そしたら、ここ切っちゃうとね。この長さはね、これ以上短くしたくないんでね。うん、やっぱりちょっと元に戻しましょう。ちょっと分かりにくいと思うけど、挟むようにして、で、2箇所で留める。それも、まあ、強い固定方法ではあるけど、あんまり選択肢増やしちゃうとね、もう何やってるか分かんなくなるんで。うん。いや、ワッシャーが欲しいですね。バネワッシャーとかね、なんかこう、緩まないような作業してる、こう焼き物やってる途中で、ここが緩んでね、くるっと回転しないように、なんかバネワッシャーとか入れとった方が良さそうですけど、手締めじゃ厳しいので、ドライバーで締めますけど、うん、まあ、ドライバーね、キャンプに持って行ってるんで、マルチツールがあるので、それでやれば十分ですね。うん、こんな感じかな、やっぱり。うん、そんな気がします。じゃあ、これ切って、2本のね、ハンドルになるように、このステンレスのステーを真ん中からね、半分に切ろうと思います。ただしね、ど真ん中から半分に切っちゃうと、穴までのね位置が近すぎるので、穴からね端までの位置が確保できるように、ここの部分でね、この黒いマジックの部分でカットして、それぞれ1本2本使おうと思います。でその場合、ここに収めようと思えばちょうどね、収まるんじゃないかなという感じがするので、やっぱね、こことここで切っていこうと思います。この真ん中の2つの穴の分はね、もういらないので捨てるという前提です。はい、できましたね。ちょうどこんな感じで入りますね、やっぱりね、いいと思います。あ、全部入るね、これでね、これで全部入る。ちょっとね、組み立ててみようと思います。
これまだね使えるようになってないけどね、これは今後確保します。そんな難しい組み立てじゃないんですよ。よいしょ、こういう感じなんだ。なるほどね。ああいいねこれ。ちょうどいいテンションかかっていいね。これだと長いので、ここで加熱してもここまで熱くならん気がします。だからチューブいらないんじゃないかな。ちょっと今度それを試してみます。これで焚き火でガンガンやってみて、ここが熱くならないかどうか確認して、熱くならないんだったらもうこれ一つの完成形ですね。折りたたんで全部入るし、チューブつけようと思えばねこれ短いけど、このチューブはこの長さだったらもうちょっと長い方がいいね。つけれるんですけどね、まあガダムチューブでいらないと思います。でやっぱりワッシャーがあった方が絶対に緩まない安心感があるので、途中で料理の途中でね、バネワッシャーはつけた方がいいかなという気はしてます今ね。けどねこれ一つのね、ちょっとこういろいろ使いたい感じになりましたね。ちょっとねこの状態でいくつか挑戦してみようと思います。はい、ぴったりね、楽に入ります。ということで今回も一旦長くなりそうなので、このあたりで切りたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。この動画いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。